はい、皆さんこんにちは、小栗です。今日はですね、伊豆ロビングオープンの、5月の大会に、来てます。来月から大きい大会3個あるんで、まあそれに向けて、まあ、ここカーペットのインドアでめちゃくちゃ速いコートですけど、まあ、僕の課題としてるやっぱネットプレー含めて、やっぱりオフェンスっていう部分がやっぱここのコートでは絶対必要になってくるコートなんで、そこをやっぱ自分の中でしっかりトライしていければいいかなと思って、急遽ワイルドカードいただいてちょっと出場することになってます。はい、1回戦なくて2回戦からで、対戦相手の選手、大学生、はい、大学生の選手で、まあ、絶対ファイトしてくると思うんで、まあ、本当に課題としてるネットプレー含めていろいろなサーブもそうですけど、しっかりやっていければいいかなと思います。まあ、前回 の、 試合など の、 反省も含めて、一個一個頑張っていこうと思います。では行ってきます。これはって別に。
だ同期が前田さんとかバンドするのに自分が結構いい。
Thank you.
です。はい、ということで、途中で多分携帯が重くなっちゃって切れちゃったと思うんですけど、結果は6767で負けですね。まあやっぱ足りないんだなっていうのが、はい、一言で言うとそこがやっぱり足りないんだなっていうところですね。でまあ、なんでこんな暗いかっていうと、まあ、試合5時半に入って今8時20分ぐらいなんですけど、まあ、長かったんで、はい、もう月出てますけど真っ暗ですね。はい、まあ、なかなか勝てないですけど、まあ、シーズン始まるのにはまだまだしっかり勝てるっていうレベルではないっていうのは、まあ、結果見れば誰でも分かると思うんで、まあ、改めてブラッシュアップしてやることやっていくしかないっていうところをしっかりもう一回自分の中で反省して再度練習に取り組む、はい、っていうところをやっていきます。ちょっと途中までしか取れなかったですけど、まあ、その時もあると思うんで引き続き頑張っていこうと思います。ありがとうございました。